はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、えー、週刊賞対策動画やっていきたいなと思うわけなんですが、まず先週ですね、えー、毎日王冠は本命対抗決着となりました。これ2年連続なんですね、えー。はい、あの、去年のね、毎日王冠も本命対抗決着で、去年の京都大商店も本命対抗決着で、で、週刊賞2年連続当たってて、菊花賞去年当たってて、この時期割と僕っていうか、うちのチャンネル調子いいのかもしれないですね。はい、なんか、あの、改めて、あの、さっき気づいたんですけど、 まあ、ああの、で、あと南部杯もね、あの、急遽アップしたんですけど、はい、あれも3連単的中ということで、なんか、なんだかんだ3連休じゃないや、えー、3日いしたらいい感じでしたね。えー、まあ、そんな勢いを持ってね、週荷所に行きたいなと思うわけなんですけど、えっと、クッション地、守望場、クッション地と客室のところはカットいたします。まあ、京都がね、あの、復活してからそんなにあの、 期間が経っていませんし、はい。あの、クッション値発表されてからすぐにね、京都競馬なくなってしまっているので、この辺のデータっていうのは、まあ、京都に関しては、そうですね。あの、もうちょっと先に作るっていうか、あの、先に紹介するのがいいのかなと、もうちょっと母数が溜まってからね、紹介するのがいいのかなと思います。なので、まずいきなりね、調教の部分からになるんですけれども、えー、京都の芝の2000メートルなんですが、はい。えー、立冬反論に関しては、 まあ、速い馬の成績っていうのはとてもいいですよね。51秒台以下の馬でね、副勝率48%なんで、ほぼ半分ぐらいのね、馬は馬券内に来ている感じになりますし、52、3秒台もいいですね。中途半端な時計のところが悪くて遅いところが良いので、えー、反路が速い馬か、まあ、ウッド調教の馬か、みたいなね。そういうのが成績いいんですねっていう。それがあの、この表を見るだけで想像できますね。 で、まあ、見本に関してはね、あの、もちろん母数が全然ないので、こんなね、スカスカの上の歯抜けの、えー、表になってしまいますので、まあ、あの、一応掲載したというだけですね。しかも、反路回収工事した後ですから、まあ、なかなかあの、うん、その、反路回収工事した後の数字で言ったら、もっとね、当然なくなってしまうので、はい、えー、一応参考までにということで掲載しました。 で、えー、そのね、当該集反路最速時計の時のラップ別成績なんですけど、まあ下ですね。上はもう見なくていいと思います。リットの方だけ見ればいいと思いますが、えー、それぞれ加速ラップの方が成績が良いなっていうところが一つ。あと12秒台まとめのね、姉妹2波論12秒台まとめの加速ラップが、まあ、突出して成績が良いなというところですね。 えー、勝率が14.8%、副勝率が43.4%なんで、レース単位だともっとね、えー、副勝率もいいですね。で、単腹の回収率も高いというところで、まあ、これはあの、反路組の一つのね、狙いの条件になるなというところです。で、えー、リトのウッド組なんですけどね、姉妹11秒台組の成績はいいんですけど、まあ、基本的にウッドで、 まあ13秒とかさすがに論外ですけどね、12秒台、11秒台ちゃんとあって、で、えー、そのレース集に反論もね、使われているっていうのが一番ベストなのかなというところですね。そうじゃなければ反論いきりだったらタイムが早いか、もうきっちりね、12秒台のまとめた加速ラップを出しているかっていうのが重要なコース。そんなようなね、結果になっております。 はい。見本に関してはこんな感じなんですけどね。まあまあ、ミラクルなのが、こんだけボス少ないのに姉妹13秒台っていう、あの、普段だったら、まあ僕だったら絶対手を出さないような状況の馬がですね、きっちりあのー、参照もしていると。きっちりって言い方変ですね。参照もしているっていうのはね、これはもうなんかの間違いというか、まあ、ギャグみたいなもんですね。偶然なんか変な方よりあるよね、競馬ってっていう、その典型みたいなね、結果だなと思いました。 はい。で、えー、っと、コース特注調教なんですけど、リットのうの置きりでごはろうが67秒台以下で、姉妹がさっき言ったみたいに12秒台でもいいんですけど、えー、12秒台の前半ですね、12.4秒以下。 で、レース前7日間にちゃんと反論がある。もしくは、まあ、あの5反のタイムがない馬もいますからね。そういう場合は、まあ、4反論見て53秒台以下っていう感じになるんですけども、見ての通りですね。勝率も15%以上あって、3回衆、副回収も、えー、100%超えていて、単回収135%もあってという感じです。こっちが基本で、もう1個ね、 あの、ちょっとおまけ的なやつなんですけど、下の方ですね、リトノウドの追い切り組で、レース前7日間に反ロでラップの判定6種まあ、先ほどの、ラップの表ですね、3つほど前の画面に出しましたけど、あれに該当している馬なんですけど、やたらめったら馬券内に来るということで、単回収55しかないんですけど、まあ、高いんですけどね、勝率はね 13.、13.1で。副勝率が41%もあって、副回収が143%もあって、 でレース単位の副賞率要するに該当した馬が1頭以上副賞圏に入っている確率が50%超えてるんですよねなので2レースに1レース以上はこの調況に該当した馬が馬圏内に来ているっていうコースでもあるのでこれはねあの、まあ、今回の秋華賞でも該当する馬出てくるとは思うんですけど、えっと、それ以外のレースもですねレースでもあの なんでしょう。化けの相手を探したりとか。まあ、あの、軸でも中止でもいいんですけどね。そういう時に活用してほしいなと思ったので、今回ね、あの、ちょっと面白い珍しい成績のものも特注調教として掲載させていただきました。で、気になる馬の紹介なんですけど、まあ、リバティアイランドから入るのが妥当かなというところで、はい。あの、リバティアイランドの紹介からさせていただくんですけど、完全なる一強ですしね。オッズも相当に被りますよね。 もう、リバティが負けることなんてない。だから、あの、少しでもお金を増やそうって言ってお金盗んできて <laughs>、あの、ぶっ込むとか、たまにそういうね、ニュースとかもありますけど、まあ、それぐらいの馬でしょうね。はい。まあ、競馬に絶対はないので、えー、そういうことはしちゃいけないんですけどね。で、えっと、現状ではね、アルテミス・ステークスでラベルに負けて2着があるだけで、まあ、そう考えると、本当ラベルの存在って面白いなと思うんですが、えー、ここ3戦、阪神、ジュベナイル・フィリーズ、大歌賞オークスとね、危なげない勝利をしてきております。 いや、恐ろしいですね。G13 連勝となってます。2歳王者であり、2歳女王であり、えー、もう3歳でも女王女王ということで、ここもね、えー、順当に勝利すれば三冠品馬になるという感じなんですけど、えー、京都先週クッション値10.0の日もありました。で、高くなる可能性もあるんですけど、 えー、阪神ジュベナルフィリーズ勝った時がクッション値、えー、9.8ですからね。だから一回も高いところ走ってないんだったら、ちょっとね、あの、買う側としては面白かったんですけど、うん、ちゃんと経験もしているし、勝っているし、というところで。 うん3歳の今のこの時期のね、このキャリア数で考えれば1回だけでもその前例があるっていうのは十分安心材料の一つにはなるんじゃないかなとも思います。そして、えー、1周前の追い切りですね、ウッドデコハロンが65.9秒、2ハロンで10.9、11.0と、まあちょっと、うん、素晴らしい時計ですね。そんあの、あんまり見ないような時計を出してきているので、もう相当気合も入ってるし、まあ、調子がいいんでしょうね。 もしくは、ちょっと、あの、ピリッとしなくて焦ってるみたいな、そんなこともあるかもしれませんけど、まあまあまあ、あのー、基本的には何の文句もない時計だと思います。で、加えてですね、えー、リバティアイランドの10月8日のですね、日曜日の反論の時計が56.8秒、えー、ラップが16.1、14.6、13.1、13.0と、まあ0.1秒差の誤差範囲で、しまい12秒台加速ラップですし、 えー、ニハ波論のとこですよね。そこから、ま、0.2秒差の誤差範囲。これで、あの、ま、ギリギリにニハ波論ね、12秒台まとめの加速ラップでもあったということで、まあ、誤差範囲として見ていいんじゃないかなとは思うんですよね。一週前あんな時計だったんで、ウッドの。なので、まあ、あの、日曜日は気持ち早めでっていう感じだったのかなと思うんですけど、追い切り次第ではね、コース特注調教の、ま、どちらかに該当、または近い内容になることはほぼ確定的ということで、先ほど紹介したものですけど、ま、後者の方は、 えー、誤差範囲も OK とするのであればっていうことになりますけどね。はい。で、追い切りの5波論時計は割とリバティは抑える傾向がありますけれども、4波論時計で53秒台以下じゃないケースも少ないということで、まあ、そうですね。だからこの馬がコース特注調教でバシッと出てきてしまうっていう可能性もあるというところです。まあ、い切りならの話ですけどね。反論かもしれませんが。で、そう考えると、やっぱり日の打ちどころもなくなってしまうんで、えー、まあ、コース特注の後者の方に該当するとか、 一周、うん、前がこの時計なのでね、かなり抑えめになった追い切りになるとかね、そういう場合に他の馬が相当良い状況だった。良い状況というのはタイムの問題ではなくてね、あの馬との相性、コースとの相性、旧車の必殺状況かどうか、みたいな部分の話ですけど、僕が言うのは。その場合のみ逆転の可能性があるんじゃないかな、みたいな。ちょびっとあるんじゃないかな、程度で考えた方がいいのかなとは思います。それぐらいもう、やっぱり、 1重箱の隅つつこうと思っても、あんまつつくところもないですね、リバティアイランドは。まあね、あの、リバティは別としても、まあ、どっか1頭でもひっくり返せば、はい、後輩党ということになりますからね、そこをやっぱ探していくのが競馬予想だろうという感じになりますけど、コンクシェル、はい、ちょっと気になる馬で,ですね、抽選対象なんですけど、 まあ、うどのおきりになるんじゃないかなと思われますし、いつも通りの調教内容なら、コース特注調教になる可能性が十分に高いと、そんなような馬になっております。前走ローズステークス、2連勝からのね、えー、出走で、えー、人気も割と背負ってたん、 でですけれども12着という結果でしたただ、その差し馬が上位独占のレースだったとっいうことを、逃げることができなかったということ、加えて落鉄もしていたというおまけ付きなので、まあそこからの巻き返しはとても気になりますよね、なんかちょっと楽しみだなと思ってます。で、クッション値工程関係なく、構走していますし、2、3走前にね、逃げたときが0.9秒差の圧勝と。 二レースともにね、えー、っていうところがありますからね、これが調教が整って、で、逃げることができたら面白い一頭だなと思うんですよね。で、まあネックとしては去年の11月、デビュー2戦目から今までね、えー、ほとんど休むことなく走り続けているので、そんなにお釣りがあるのかどうかなっていうところではあったりするんですけど、まあローズステークスがそういう状況だったんでね、逃げでもせずに、あの、落鉄もしていたっていうこともあって、多分全力は出せてないと思いますから、 もしかしたらそれがプラスに働くっていうことも十分にあるんじゃないかなと思うんですよね。で、オッズに関してはもうそれが十分あのプラスに働くと思いますので、はい、コンクシェルは結構気になってます。次にハーパーですが、えっ、ー、と、オークスでリバティーアイランドの2着だったということもありますので、 まあ、そんだけで、まあ、人気の番手にもなっちゃう可能性があるのかなっていうね、まあ、あの、単純なところで、え売れますからね、競馬って。なんですけど、まあ、明確に完敗はしているよなっていうところですね。1.0秒差ですからね。ただ、今回注目したいのが、10月8日の販路時計で55.7秒、15.6、14.8、13.2、12.1ということで、まあ、友道旧車のね、姉妹のみ12秒台のラップは、買いの定番ということで、よく紹介しますが、それをもう該当していると。 で、ハンパに関しては追い切りは反路もウッドもあり得るんですけど、ウッドだった場合にですね、時計を満たしていればコース特注調教の両方に該当する可能性がまずありますねと。はい。で、東海州反路の最速時計は遠道急車の狙い目になるパターンなので、これはですね、調教の部分では文句なしの状態になる可能性が結構高い。はい。で、ハンパ自身はクッション値も問いませんし、ハーツくらいンクなのでコースも合うということで、まあもし、うん。 逆転できるのであれば、この舞台なんじゃないかな。その状況でのこの舞台なんじゃないのかなとは思いますね。なんでその点ではこの馬も気になります。 次にマスクとディーバ。はい。あの、ウッド追い切りしそうな立党馬が実はほぼいなくてですね、今回登録しているのは、まあ。除外対象とか抽選組多いのが切ないんですけど、そうであればね、半路の加速ラップで構想している馬に注目するしかなくなるなというところなんですけど、その筆頭が、まあ、ローズステークスの方ではお世話になったマスクとディーバという感じですかね。過去4戦すべて半路加速ラップ。新馬戦とローズステークス、両方勝ってますけど、12秒台まとめの加速ラップですね。はい。 あの、12秒台まとめっていうとき、僕が言うときは、あの、2波論から、2波論も1波論も12秒台という意味です。はい。どっちなんですかって言われるんですけど、うん、まとめなんでね。まとめているので、あの、姉妹だけだと <laughs>、まとめにはならないかなと思うんですけど、まあでもさ、姉妹を11秒台にまとめたとかっていう表現もしますからね、競馬だと。ちょっとあれなんですけど、まあ、あの、姉妹のみのときは姉妹のみって僕言いますんで、はい。その辺お願いします。で、京都の芝2000メートルと、高愛省の調教であると、 うんえー、でそれに該当している時のマスクとディーバー2000、ね、2兆を過去に出していると、京都ではありませんが。で、えー、辻の旧車なので加速ラップは買いの狙い目でもあるということもあって、いろいろ揃いますよねで。土日の反路が早め、土日としては、で追い切り、追い切りが加速ラップだとさらに成績が上がるということで、まあ、これ57秒以下ぐらいをイメージしてください。はい、これはでも、これまで言ってなかったですかね。 うん、今回動画を見てくれた人が持ってってほしいなという情報なんですけど、実はね、こういうあの辻の旧車、さらに上のパターンもあったりするので、はい。あのー、ぜひね、うちのチャンネル視聴者様は好きだと思うんで、あのぜひメモしておいてほしいなと思います。で、10月8日に57.8秒出してますから、で、マスクとディーバの過去層で見ると、あの、土日で最も早いのは今回になると。まあ、レコードの反動もなくて、追い切りでも12秒台まとめのこれで加速ラップで来るんだったら、もう一強に真っ向勝負かなと。 そんなね、構えだと思うので、やっぱりこの馬も気になりますね。次、ピピオラ。はい。抽選対象になると思いますけどね。週刊賞で見てみたい一頭ということで。あの、デビューから参戦惨敗でした。馬券、掲示板にも載ってません。新馬戦クッション値9.8で、未勝利クッション値10.3で、ダート走っていると。その後ですよね、クッション値がそれまでより低かった9.5の未勝利戦で勝つと、9.3、8.9で連勝していると。先週、あの、 毎日王冠で僕が本命にしたね、エルトンバローズみたいな、なんかそんな感じなんですよね。って、そんな感じというかめちゃくちゃ似てるんですよ、戦歴とクッション値が。はい。で、あのー、このタイミングでね、ウッドから半路になっていて、54.4秒と53.3秒、ここ2 0どちらも姉妹い12秒台まとめの加速ラップで勝っているということで、低めのクッション値で半路早めの加速ラップではね、このピピオラ一度も負けてないっていうことにはね、一応あの、事実上なるんですよね。 しかも3連勝がね、京都、東京、小倉ということで別の競馬場ですから、まあこれも見事で、あの能力がなければできないことだと思いますし、で、あと竹光四郎9社なんで、えー、っと、半路53秒台以下で姉妹ハ波ン12秒台でまとめている加速ラップ。はい、成績いいですよね。まあウッドなら早い方がいいので、まあウッドの可能性もあるかなと思うんですけど、 こういう傾向が強い旧車ですから、前走のような状況であればですね、追い切り判定動画、毎週アップしてます。今週もアップする予定ですけど、3項目ともに二重丸が並ぶことは、ほぼね、確定的だと。ほぼ確定的というか、前走と同じような状況だったら確定という感じになります。で、ウッドであればね、それはそれでコースと口中調教には該当する可能性もでかいですし、 うんもうあの3の0戦前から、特にこの2000前からは別馬だと考えた方が良いぐらいの印象なので、このピピオラも非常にね、あの出てくることができたら、えー、買う対象には入ってますね、僕の今のところ、追い切り次第ですけど。はいえー、次に、コダコースト、北さんブラックの子供ですけど、あの北さんブラックン区なのに、クッション値が高いところの重症で構想しているので、はい、シンプルに強い馬なんだと思います。 うん、っていうのは、北三ブラックサン区ね、あの前にも動画にしてますけど、クッション値が低い上で、馬場が渋っている時だけ圧倒的な成績で、あのクッション値高いところでは、非常にあの成績が悪いサンク、しぼ、うん、馬ということになりますので、高いところでも走れている馬っていうのは非常にレアであって、うん、なので、能力も高いであろうと。逆に言えば、コナコースとクッション値低い時にね、走ってくれたら、 うん、もっともっと強いだろうなと、この馬ね、一番低くても9.4なんですよね、しかもそれが3回ということで、まあ、今週末の天気の感じ見たら低くはならないとは思いますけど、万が一一雨降ったらね、あのさらに強いんじゃないのかなっていう、そんな感じはします。で、桜花賞ではですね、えー、リバティーアイランドの2着になりましたが、 オークスですね、1.9秒差の7着と惨敗してしまいました、ただ、スタートでね、隣のソーダズリングにあのものすごい勢いで吹っ飛ばされているので、それで位置取りが後ろになってしまったところで終了したと、はい、もうスタートで終わってしまったような感じですから、うん、だからオークスの時に距離が長かったとかどうとかっていうね、そんな判断は、まあ、あの、 距離長かったんじゃないかなとかって言っているようなあの記事とかも目にはしたんですけどあのスタートだったらもうねあれで構想はなかなか難しいですからねあんなことされてしまったらなんでまだ分かんないんじゃないのかなとも思いますし逆に言ったらレースちゃんと見てる人じゃないと。 あの、スタートで吹っ飛ばされたっていう事実すらの気がついていない競馬ファンもいるわけですからね。そういうところにまあ美味しさが眠っているというのもまあ馬券だったりします。で、オークスではレーン機種が機上だったんですけど、今回もあの、サメシマ機種に戻るんじゃないかなと、想定でね、なっておりますので、まあ、燃えるところなんじゃないかなと思いますよね。はい。レーン外してないコンビですから。で、追い切りはいつも良いラップを刻んでいます。ここで言う良いラップっていうのは、 あの、姉妹加速の形だったりとかね。姉妹に波論は12秒台にまとめているとかそういうことです。はい。減速していてもね。はい。そういうことなので、まあその点のね、確認は必須かなと思いますね。 で次にヒップホップソール。はい。こちらも北サブラックサンクなんですけれども、まあ、あの、コナコーストとは違ってですね、北さんブラックサンクらしい成績になっています。えー、勝利したレースはクッション値8.4で、やや重の新馬戦だけ。その他ね、フラワーカップもクッション値9.3発表ですが、レース時点で不良馬場。 はい。え、全そのォンステークスも8.5でやや重となっております。キャリア6000でね、北サンブラック3区で半分がやや重以上で、クッション時9.5以上は1000しかしていないということで、まあヒップホップソウルはすごく運がいいんじゃないのかなということも言えますね。まあ JRA があのクッション時を下げ気味にしているっていうのはまあ事実としてありますけど、うん、なんですけど、まあ、 あのそういう運の良さもあって、一勝っていうのは、じゃあ逆にどうなのかなっていうね、このコースとはなんか逆の見方になってしまうと、でえっとまあ、もちろんこれ、重症で木村急車なんでね、日曜の反路の加速ラップはすでに叩き出しております、あとはもう、うどい切りをしてくれればね、必殺のキムキム調教の完成なんですけど、あのー、さすがに雨が降ってくんないとなっていうところはあると思います、ただ、その週間天気予報を見たら、ですね日曜日の未明ぐらいに、雨がちょっと降るみたいなんですよ。 その雨量が増えて時間も変わらなければ、うん、一転してこれは大チャンスが巡ってくるかもしれませんよね。結局、なんか最近、うん、最近っていうか、まあ先週はそうでしたけど、週末の雨ってやっぱ多いですからね、妙に。なのでね、まあヒップホップソウルのこの運の良さ、これまでの経歴を見ても、うーん、雨雲を引き寄せる、そんなようなね、可能性もゼロではないのかなと思いますけどね。 そして、えー、グランベルナデット。これもね、あの、すごく気になっていて、まあ、戦歴に癖ありますよね。まず、マイル戦は2戦して、えー、2敗していると。5着、6着。はい、2000メートルは3戦して2勝していると。えー、ただ、ややおものだった前奏のシオンステークスは負けている。まあ、休み明けもありましたかと。はい。で、両馬場の2000メートルではもう負けてない。クッション値8台では2戦2敗ということで、 まあ、両馬場の2000メートルで先行するのはベストだよなっていう成績にはなっていますよね。まあ、今週末、両馬場の2000メートルをこのまま走っている可能性が高いので、そういうところで言ったら面白いかなとね、思います。で、シオンステイクス、休み明け、ややオモでクッション時8.5で負けてますけど、えー、っと、このグランベルナデットが勝利している忘れなぐさ賞なんかはね、やっぱり、 まあ、毎年そうですけど、えー、今年もすごくあの、いいメンバーだったなと思います。マスクとディーバーもね、いますしね、これ7着ですけどね。えー、っと、ジェモロジーもジ走2着だし、エラレーヌデリス、ミヤビ、マスクとディーバー、ゴールド・プリンセスなど、構想する馬が連発しェアなレースを勝っているということになりますので、 まあこのグランベルナデとの能力もあるんだなっていうところですよね。で、やっぱどのみちやっぱリバティに勝つ馬がいるんだったらもうリバティより前にいる馬の可能性が高そうですから、うん、この馬が前にいて気分よくね、走ったら面白いなと思うんですね。 で大竹急車なんですけど、あの日曜に半五57秒以下ぐらいの、はい、日曜にしてはそこそこ早いよねっていう時を出している状態でのウッドの追い切りが割と狙い目の急車であると、でそんな中ねあの、想像していなかったんですけど、はい、5月、ね、8日の半路調教なんですが、日曜日ですね、えー、55.4秒、はい、なんでタイムクリアしてるんですけど、ラップですよね。 15.0、14.3 15.、14.2、14. 11.9っていう、しまいとんでもない加速をして11秒台加速ラップ刻んでると。で、大竹旧車に関しては、反労意気の場合も含めたとしても、当該種最速時計のラップでしまい11秒台なんて、過去10年でも30回もないと。その30回の中で、等数で言えば20トンもいないんですよ。はい。ロジハーツとか、ピースワンパラディとかね、ヴイスブリッツとか、まあ、構想してる馬も含まれるんですけど、本当にね、レアパターンなんですよね。 で、大竹厩舎って、あの、芝のレースで、反路の加速ラップの時にね、あの、反路の加速ラップ刻んでて、で、あの、まあ、それが追い切りであっても、日曜日であってもね、で、うどい切りであっても、成績良い厩舎なので、うん、それの最上級みたいな、ね、調教で出てくるんだな、っていう、それはね、あの、うん、見逃せない日曜日の調教だったな、と思いますし、 かなりガチモード、いつもよりガチモード感はやっぱまあもちろん G1 なんで当たり前ですけど、うん、かなりの内容を、この旧社としては勝負がかりのものをやってきているなと思いますからね。いけてしまえばもう、躊躇なくね、もう着順はあの、例えばその勝負しに行った結果、最下位になったとて、 気に,せ気にしないようなあの勝負、勝ちに行く状況あ、じゃあ勝ち、勝ちに行くレースをするんじゃないかなって思うんですよね。はい、そこの予測が立つのですごく気になりますね。はい、そんな感じでお届けしました。ぜひね、チャンネル登録とか高評価していただけたら嬉しいです。競馬本舎社の竹内がお届けしている竹つべという競馬チャンネルになっておりますが、いや、3日間開催明けはしんどいですね。もう火曜日の夜ですから。 はい。もう日数がない。もう明日追い切り判定動画の準備を入んなきゃいけないし、えー、その合間にもう一本ね、アップしたい動画もあったりするので、結構ドタバタになっちゃってます。で、もちろん、あの、3日間開催何がきついって、月曜日まで開催があるということで、ね、開催が終わってからいつも、あの、次の週のね、特別戦で狙える馬のリストとかね、調教所のリストとかっていうのを、あの、昔から、あの、持ってるね、競馬ブログのアットアギャロップの方に掲載して、 で、えっと、もう何年間も無料で配信している LTP 指数のレース後指数をレッドラインラボの方に掲載してとか、で、調教の時計とか全部チェックし直してとかね、あと、まあ、個人的につく使ってるあのデータベースに、あの、レース後のね、データとかを流し込んでとか見直してとかって、やってからのこれですからね。なんで3日間開催はですね、あの、翌週が辛いんですよ。 本当に。でももう今週切り抜けちゃえばなんとかね、もう来週からは3日間開催ありませんし、まあまたあの打足的なホープフルステークスありますけど、まあホープフルステークスはもうね、あの開催日程に関しては毎年文句言ってますけども、去年のあの的中があるので、ホープフルステークス様々ですから僕にとっては。はい、もう文句はそんなに言いませんけどね。うん、でもあれがあることによって今度別に、なんなら普通の週よりもね、あのお正月休みが、 の期間が短いっていうか、休みの期間が短かったりします。なんで、基本的にあの、まともに休むっていうね、あのー、週はないんですけど、月曜日か火曜日、どっちか休めるよねっていう、そこになんかの希望を持って <laughs> 活動しているので、やっぱりね、3日間開催明けっていうのはしんどいです。はい、しんどいんですけど、この、なんでしょうね、えー、毎日王冠であったり、京都大商店であったり、この、週箇所、喫箇所、このあたりっていうのは、 うん、自分でもあんまり気づいてなかったですけど、なんか毎年当たってんだなっていうね、馬券の調子いいんだなっていうところもあの気づきましたんで、せっかくならね、こんあの今年の週刊賞も当てて、3年連続的中といきたいですよね。はい。リバティーアイランド、頭じゃない馬券で当てれたら、これはもう一番気持ちいいと思いますし、はい。まあ、その期待もね、やっぱりうちのチャンネルに求めるものっていうのは、的中率よりも回収率だと思いますので、うん。 やっぱり先週のね、あの毎日王冠とか、あれぐらいの配当でも、それは普通だったら、わーってなるんでしょうけど、えー、うちのチャンネルだとちょっと本命対抗であれを当てても安いなぐらいに思われてしまいますし、はい。南部杯も3連単万馬券取ってるんですけど、ね、あのメンバーで行って、レモンポップが勝ってるんだったら、まあ、いい配当だったと思うんですけど、もっとでかい配当っていうようなね、<laughs> そんなお声の方が多いですから、やっぱり。うん 逆に言うと、その視聴者様でね、いつも応援してくださっている方が、を竹内行っちゃえよと、思い切ってやっちゃえよっていう風に、後押ししてくれているからこそですね、僕もよりあの、少々ね、あの、無理をした予想もできますし、はい。えー、そういうところを考えるとですね、やっぱり今週末、いかにリバティアイランドを任す馬が、任す馬がいた場合、 いたとしたらそれを当てていたいっていう、そういうようなね、戦い方をしていきたいと思いますので、はい。えー、ぜひ、あの、追い切り判定動画重要になってきますから、あの、そちらの方もね、ぜひ見に来てもらえればなと思います。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。